皆さんこんばんは、石川美優です。皆様は覚えておりますでしょうか、この子の存在を。はい、そうですね、私梅塩を作ったの覚えてますかね。あれを撮ったのがですね6月25日 で今日が、この撮ってる日がですね9月27日、3ヶ月経ったので、今日はこちらの梅酒とパイン酒と梅酒を飲んでいきたいと思います。イエーイ、ね、こうシンプル梅酒って書いてあって、普通にアシュ梅酒って書いてあって、アシュ、これはなんかパイン、すんごいなんか色が黒くて、パインの腐ってるかちょっと心配なんですけど、まあ、大丈夫らしいです。ちょっと、まあ、経験がないので、まあ、とりあえずね全部やっていこうかなと、飲んでいこうかなと。ただちょっと私お酒がね本当飲まないんですよね、久しぶりでドキドキしちゃうので、ちょっとロックはやめとこうということで、ちゃんと炭酸で割って飲んでいきます。はい、じゃあ最初はシンプル梅酒からいこうかな。ふっ、あいだ、まず匂いから。そうですね、梅酒って感じ。それ梅酒なんだけど、一旦全部匂いいくわ。あー、いた。なんか声っていうのは大事なんですね。あー、違う。あ、うん、違う。一旦匂いだけね。あ、あ、違う気がする。パインちゃんはどうでしょうか。あ、アルコール。が来て、その後すぐアルコール消毒に変わりました。辛いです。はい、アルコール苦手な人あるあるなんだけど、マジでアルコール消毒の匂いにしか思えないっていう、マジで。どのぐらい入れればいいんだろう。もうとりあえずこれで救います。あ、はい、ほんとちょっとだけ、少なすぎかな、これは。さすがにどんぐらい？何対何ぐらいがいいんだろう。こんぐらいでいいか。怖いんでね。え、これどうしよう。このまま突っ込んでていいの？突っ込んじゃいよう。一旦突っ込んじゃいます。でもね、匂いはいい感じだよ。パインがね、怖いね。ちょっと匂いがね、匂いが結構最初いい匂いだと思ったんだけど。よし、ウェルキーさん、どんぐらい、どんぐらい、量が違うね。これでいいか。じゃあ最初に普通の梅酒から飲んでみようかな。いただきます。甘っ。あ、
美味しい。次は亜種。なんかこっちの方がさっぱりしてる気がする。甘い、でもどっちも甘い。甘いけど私梅酒が好きなので、うん、私こっちの方が好きかもな。こっちっていうか亜種、これだけ見ててもわかんないよね。一緒だもんな、どっちも。でもなんかこっちの方が、こっちね、この亜種の方ね、普通のじゃない方が薄い気がするんだよね、色が。あんま変わんないか。でもなんか思えば、私多分なんか砂糖の量違かったし、ちょっとわからないという説もある。ガバガバだったんで結構。でもめっちゃ違うわけじゃないね、これは。やっぱ、うん、目つぶったらわかんないかも。じゃあ最後パインも飲んでみようかな。なんかもうね、下にこう砂糖のこの感じがあるんでね、こうデデローンみたいな砂糖を感じる。これは、あ、美味しい。え、何がダメだったんだろう。そのパイン腐ってたんじゃないの。違うか。普通にね、甘いんだよね。なんか甘&甘。はい。まあ私の好きなこのランキングをつけるとすれば、梅酒の亜種がナンバーワン。亜種、これ何だったんだっけ、これ 何ですか、これは。ウォッカ。ウォッカらしいです。ウォッカ1位、梅酒ウォッカ1位、2位がシンプルな普通の梅酒で、3位はまあデカですね。まあでもこれが、このパインが好きな人もいると思う。私そんなにこういうちょっとトロピカル系なのあんま好きじゃないからかな。うん、パインそのものは好きなんですけどね。はい、まあそんな感じですね。美味しいですということで。ここまで見守ってくださりありがとうございました。まあでもどれもね、成功なんじゃないかなって思います。はい、全てちゃんと飲めるお酒になったので、私でも作れるっていうことは、まあね、みんなも作れるっていうことなんでね、ぜひ作ってみてください。はい。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。石川美優でした。バイバーイ。